ワンアームプッシュというものを行いたいと思います我々のチームは非常に小さなチームですので大きな選手と戦うと不利な状況が生まれますですので不利な状況を何とか免れるようにコンタクトの仕方を練習したいと思います。まずですねオフェンスディフェンス大きな選手をマークをする時に両手で押してください。 大きな選手が5車に入ってくるときに両手で押すとこれはファールになりますので、えー、うまく手の使い方を使って、えー、ワンアーム肘であえて押さえて自分の腕を持って押す、えー、ファールに見せないように、えー、オフェンスが入ってくるのを自分の腕で押すという形をとって、えー、相手を押しし出せるようにしたいいと思います、はい、それではしっかた押し出してください。 グッと,と押し出してファウルならないようにしっかり自分の左足踏み込んでグッと踏み込んでもっと近づいてグッと、はいはい、であの両手で押してください、はい、入ってきてください両手で押すとこれファウルが取られますので腕を使って入ってくるのを押し出す振り切らないでグッと押すだけ、はい、こういう形でい、えー、きますもう少し近づいてくださいもう少し近づいて 腕が曲がるのを押す力強い選手に押し込まれないように押すグーッと押し込んで押すこの練習をしたいと思います